おはようございます。岩国フェイスバプテスト教会日曜学校です。今週も皆さんと一緒に聖書を学んでいきましょう。今週のお話はカインとアベルです。アダムとエヴァが罪を犯したことによってエデンの園から出ていかなければなりませんでした。暮らしはとても大変になりました。アダムは 汗水流して畑を耕し、食べ物を育てなくてはなりませんでした。エヴァは悲しみ、痛みなどがありました。二人にとって最も悲しいことは、これまでの神様との関係がなくなってしまったことでした。神様はそれでも二人を愛していました。あなたが言うことを聞かないとき、お父さんお母さんは叱りますね。 でも、あなたを愛しているので、心から謝れば許してくれるでしょう。エデンの園での神様との親密な関係はなくなってしまったけれど、神様の素晴らしい約束のことは覚えていました。イチジクの葉っぱではなく、罪のない動物を殺して血を流し、その川で洋服を作り、二人を覆われました。祭壇を作り、 いけにえを備えることを覚えました。祭壇は石を積み上げて、その上に焚き木を置きます。そしてオスの羊がいけにえとして祭壇に捧げられます。小羊はいつか世界の罪の罰をあがなうために来られるイエス様を表しています。そしてある日神様はアダムとエヴァに男の赤ちゃんを授けました。カインと名付けました。 それからしばらくの後、男の赤ちゃん、アベルが生まれました。カインとアベルが成長するとき、お父さんお母さんであるアダムとエヴァは、創造主の神様のことを話して聞かせていたことでしょう。エデンの園のことや、蛇に入ったサタンによって誘惑されて罪を犯したことなど。アダムとエヴァは、息子たちが神様のことを愛し、 信頼することを望んでいたことでしょう。でも、カインとアベルは、両親の罪によって、生まれつき罪を持って生まれてきました。皆さんが、今、同じ罪のもと、怒ったり、嘘をついたり、悪口を言ったり、優しくなかったりするのです。二人は、罪を許してもらうために、動物のいけにえが必要なことを知っていました。 成長すると、弟のアベルは羊飼いとなり、家族の羊の世話をしました。子羊が群れから離れると連れ戻しました。傷ついた羊がいたら手当てをしました。アベルは羊のことを大切にしていました。お兄さんのカインは畑を耕し、家族の食べ物を育てていました。そこには雑草がたくさん生い茂っていたことでしょう。 そして、カインは雑草を抜くことがどうしてこんなに大変なのかと考えたことでしょう。両親のアダムとエバは自分たちの罪の結果、土地を耕すこと、雑草を抜くこと、石や岩を取り除くこと、種を蒔くためには畑を平らにする必要があることを教えたことでしょう。カインとアベルはそれぞれ神様に生贄を捧げるために祭壇を作りました。 アベルは罪を犯したことを悪いと思っていました。そして神様はそれをご存知でした。アベルは神様の許しを祈り、神様がいつか救い主が罪の罰を受けてくださることを信じていました。そして一番良い羊を取り、殺し、その血を流し、神様に備えました。神様はそれを受け取られました。 アベルは許されたことを理解して喜びました。アベルは神様の言う通りにしたために幸せでした。お兄さんのカインも祭壇を作りました。僕は農夫だから最高の小麦、野菜、果物を生贄として神様に捧げようと言いました。カインは動物の生贄でなければならないことを知っていましたが、 畑の収穫物でもきっと受け取ってくれると思いました。でも神様は受け取られませんでした。カインは神様に従うより自分がやりたいようにしてしまったのです。自分のやり方で神様に取り入ろうとしました。そこには血の捧げ物がありませんでした。カインは神様が受け取らなかったのでとても怒りました。 アベルのは受け取って、私のは受け取らないなんて、と怒りました。神様は、なぜ怒っているのか、と尋ねました。正しい生贄を捧げるなら受け取るのに、お前はしなかった。罪を選んだのだ、とおっしゃいました。カインは神様に怒っていたし、アベルに嫉妬していました。ある日、アベルが外にいたとき、 カインはアベルに喧嘩を仕掛けました。カインの心は憎しみがあり、アベルを殺したいと思っていました。そしてカインはアベルを殺してしまったのです。初めての殺人です。聖書には、心に憎しみを持っていると殺人を招いてしまうと言っています。神様は、これはとても深刻であると教えています。 カインは動かなくなって横たわるアベルを残して、誰かに見られないよう急いでその場を立ち去ったでしょうかアダムとエヴァが自分たちの罪によって神様から離れようと、隠れようとしたことを覚えていますか何でもお見通しの神様から私たちはどこへも逃げることはできないのです。神様はカインに、弟のアベルはどこですかと聞かれました。 カインは知りません。私は弟の番人なのですかと意地悪い言い方をしました。神様に対して礼儀のない言い方ですね。この罪の罰としてカインは家を出て場所から場所へ逃げ惑う生活をしなければなりませんでした。こんなの無理ですとカインは泣きつきました。私は追い出されて道行く人は私を見て殺そうとするでしょう。 すると神様は、あなたに印を与えます。それを見て、誰もあなたを殺そうとする人はいないでしょう。と言いました。しかし、その印は、行くところどころ、どこでも罪を犯したことを示すことにもなりました。私たちは、ここから学ぶことができますね。罪を犯すと、また次の罪を犯します。どんどん積み上がっていきます。 カインは自分のしたいように生贄を捧げました。そして怒りに任せて神様に悪い態度をとりました。そしてアベルを殺し神様に嘘をつきました。悪いことをしたと認めてごめんなさいと謝る代わりに生意気な態度を示しました。私たちの知る限りカインは自分の罪を悔い改め,改めませんでした。 聖書では、カインは神様の前から去ったとあるからです。なんと悲しい言葉でしょう。ある人は、もしいいことをして、貧しい人を助けて、教会へ行けば、神様は認めてくれるんだ、という人がいるかもしれません。でも、それでは天国へ行くことはできません。天国へ行くためには、神様の言われたようにする必要があります。イエス様を救い主として、 受け入れないことによって多くの人が神様の前からいなくなることになるでしょう。アベルが祭壇で捧げた子羊は自分を罪の捧げ物としてくださったイエス様のことを表しています。イエス様は罪がないために私たちの罪を負って十字架にかかり罪の罰を負ってくださることができるのです。子羊の血が流されたようにイエス様も 十字架で血を流されました。イエス様を救い主として受け入れると、個室になる主イエス様の血によって、私たちの罪は洗い清められます。イエス様を信じることによって、清いものとされ、天国に行くことができるのです。これが神様の前に正しい道です。あなたはこれまでしてきた悪いことをイエス様に謝りましたか イエス様の血があなたの罪を洗い清めましたかそうでないのであれば今日救い主イエス様を受け入れたいですかさあ聖書の話の中から、えー、クイズを出していきたいと思います最初の子供たちの名前は何でしょうアダムとエバから生まれた子供たちの名前は何だったでしょうか さあ次にアベルは生贄として何を捧げたでしょうかそしてカインは何を捧げましたかさあ最後にカインは弟に何をしましたか今週の「暗唱聖句」です。 今週はローマ3章23節を皆さんと一緒に暗唱していきたいと思います。それでは最初に読んでみましょう。ローマ3章23節すべての人は罪を犯して、神の栄光を受けることができず。ローマ3章23節 はいえー、この、えー、聖句はとても大切な聖句ですね全ての人は罪を犯して私もあなたも、えー、全ての人は罪を犯したと聖書はちゃんと言っております、えー、アダムとエヴァの罪のところから、えー、見てきた通りに私たちには罪があるということを、えー、新たに、えー、ちょっと再確認してみましょう、えー、私たちは罪を犯すものです、えー、そして そういうということは、神の栄光を受けることができない、えー。私たちと神様の間には壁ができてしまったということですね。ねえー、その神の受け,受けることができず。で、そのために、えー、神様は、イエス様を送ってくださったという希望があります。それでは、もう一度そのことを考えながら、えー、一緒に暗唱してみましょう。ローマ3書23節ての人は 罪を犯して、神の栄光を受けることができず。もう一回言ってみましょう。ローマ3章23節すべての人は罪を犯して、神の栄光を受けることができず。ローマ3章23節 最後にお祈りをします愛する天のお父様今日はカインとアベルのところから学びましたアベルは神様の言われる通りにいけにえー、生贄を捧げることができましたしかしカインは自分の思う通りに <laughs> やってみたくなって、えー、<coughs> 間違った生贄を捧げました えー、そしてそのアベルの生贄が正しかったように、えー、私たちの罪は正しく、えー、元に戻されなければいけないことを知っています、えー、イエス様が、えー、私たちの神の子羊として私たちの罪の罰を負って十字架で死なれてくださったそのことから私たちは、えー、主あなたとの関係を回復することができますから、えー、感謝です 今日私たちがそのことを覚えて、えー、今週1週間、えー、その希望によって歩むことができますようにそしてまだ救われてない、えー、子供たちのために一人一人あなたの大きな祝福があるようにそしてあなたがとに共におられることを、えー、今週どうか体験できますように今週1週間も私たちをどうかお守りくださいイエス様のお名前によって お祈りします。アーメン。それでは皆さん良い一週間をお過ごしください。それでは。